ザ・フラテリスは、スコットランド・グラスゴー出身の3人組ロックバンド。2005年結成。2009年活動休止。2013年活動再開。ラモーンズや、過去のダットサンズのように、メンバー全員が、バリーの母の旧姓である、フラテリの姓を名乗っている。フラテリーはイタリア語で、ゴギは、兄弟である。2005年にバンドを結成してから、 わずか1年という短期間でメジャー契約と2枚のシングルの連続ヒットによるブレイクを果たした。2006年9月11日イギリスでデビューアルバムコステロミュージックを発表し、アルバムは3週間連続2位を記録した後もロングヒットを続けてセールスは全世界で200万枚を突破した。アルバム収録のシングル フラットヘッドがアップルの iPod コマーシャルソングに使用され、日本でアルバム販売枚数が20万枚となった。サマーソニック例なので聴衆が満員となり、マリンステージが入場規制されて話題となった。2008年6月にセカンドアルバム、He ウ r e We s t a n d をリリースし、2年連続でサマーソニックに出演した。2009年に活動停止を発表するも、 正式な解散宣言ではないとのことであった。2013年10月2日にサードアルバム We Need Medicine をリリースし、同作から Seven Nights Seven Days のミュージックビデオを公開した。2015年8月21日にホースアルバム Eyes, Wide Tangled Tide をリリースし、同作から Baby, Don't You Life's Me, Impasters をシングルカットし、ミュージックビデオを公開した。 2018年3月16日にフィフスアルバムインユアオウンスウィートタイムをリリースし、同作からスタンダップトラジェリースタークロスとルーザーズアイブビーンブリントのミュージックビデオを公開した。ありがとうございます。